吉田さん、なんかね、今朝起きたらね、私の YouTube アカウント1週間の動画アップロード禁止措置になっておりました。なんか昔ね、トランプ大統領が使った動画がちょっとアウトだったみたいで、過去の動画をね、新しくできた YouTube の規約に、変えていくっていうのは、なんかこれだけ YouTube アップロードするとできないんで、もうね、どっかでアカウントがもう完全にダメですよって言われるのを前提でこれから続けていかないといけないかなと思っております。とりあえず今回は2015年に使っていたプロダクトローンチというアカウントから1週間お届けするようになります。で、ペイフォワードのことなんですけども、私も、ね、似たようなことを聞いたことがあって、これ確か金八先生のなんかね、最後のラストシーンで生徒さんに語りかけるような言葉だったと思うんですけども、世界を平和にする方法があるとしたら、それはたった一つでいいっていうふうに言われてました。それはね、自分のことを分かってくれる人が世界のどこかにいるかもしれないって思うことじゃないと、それも大事なんだけども、世界を平和にする方法がもしあるとしたら、それはね、あなたが隣の人と手をつなぐ、それだけでいいんだって言うんですよ。で、これをね、聞いて私が思ったのは、一人一人が隣の人と仲良く手をつなぐことで、その隣の人も隣の人と手をつなぐと、その連鎖がですね、世界中の人の手をつなぐことになるんだろうなと思ったんですよ。で、隣の人がね、どうしても気に入らない、どうしてもこの人はって思ったとしても、その人と手をつないでいる人が必ずいるってことで、結局は巡り巡ってみんなが一つになることができるんだろうなって思ったんですよね。だからペイフォワードでね、お話しされていたような、一人の人が三人の人にいいことをする、それをつなげていったらみんながいいことになるっていうのも確かになと思うんですよ。最近ね、私、あの、みんなの銀行っていうそのアプリをこのスマートフォンに入れると1000円もらえるっていうようなね、そういうのを紹介してるんですよ、連発して。で、それっていうのは、あの、新しいアカウントを作った人が同じことをしても同じようになるんですよ。まあ、ですんで、最初は私から始めてね、これ自分の紹介コードからあのアプリを作った人は1000円もらえますよと。そしたら自分の紹介コードができるから、それを他の人に広めていったら、みんなでね、あの、最高30万円までが広告料として付与されるんだよみたいなことを説明してるんですけども、今ね、自分のアカウントから YouTube で広めてる人もだいぶ増えてきて、元は私一人だったんですけども、これどんどんやろうよってことでどんどん広がっていったかなっていうところでね、市場ができつつあるなと。まあ、セルフバックにしてもそうなんですけども、自己アフィリエイトっていう方法とか、モッピーっていう方法を私が広めてね、私も誰かから広められて、そして、あ、これすごい方法だから、少なくとも自分が発信することによってプラス一人には広まるよねって形でやれば、これ結局巡り巡って1億人10億人に広まっていく方法になると思うんですよ。これこそがまさに隣の人と手をつなぐ方法なのかなと思うんですよね。でも中には、自分なんかが言ったってね、誰も反応してくれないよって形で、あの、アウトプットすらしない人がいるんですよ。自分で情報を止めちゃう人とか、自分で男を止めちゃう人がね。だから、そんなことはないよと、無力だと思ったあなたにでもできることがあるんだよってこともね、伝えていきたいなと思うんですよね。だってやっぱりね、自分が無力だっていうふうに思っちゃうと、そこで終わりじゃないですか。でも、無力ながらできることがあるはずだと思ってやるところに、無力だと思ってた別の人がね、あの人でもやってるんだ、自分でもできるかもしれないって思うと思うんですよ。まあ、例えばね、私は誰よりもバカですと、漢字も書けません、暗算もできませんみたいな人が稼いでいたら、おい、俺にもできんじゃねみたいな感じでね、今まではどっから見ても優れた人が教鞭を振るっていうスタイルがスタンダードだったんですけども、逆にね、いや、勉強自信がないですよと、見てください、俺こんなですよと、でも別に稼いでいるし、優秀だと言われているあなた方よりも私は自由と所得を手にしてますよっていうふうに言われたら、確かになと、失礼ながら俺の方が優れてるはずだよなっていう感じで、なんかね、新しい中でできるような気がするんですよ。で、そういう意味でも吉田さんの、あの、例のね、あの、24時間じゃない、20時間ライブですか、あそこでの発信っていうのはなんか良かったなと思うんですけどもね、すごくいいなとね、まあ、これからも続けてほしいなと思います。ペイフォワードね、とってもいい話だと思いますし、私も金八先生のエピソードから同じようなことを考えておりましたね。いや、でもね、私もね、ここまで続けれる人間は私以外にいるとしたら吉谷さんしかいないと思いますしね、これすごいですよね。私はどちらかというと、あの、吉谷さんほどに
続けるエネルギーは、まあ、比べるもんではないと思うんですけどね、もしかしたらないのかもしれないと。なぜなら私は幸か不幸かこの動画を通じてセールスをそこまでしなくても大丈夫な形になったからなんですよ。その分楽なんですけども、まあでもね、売り込まないと、商品作らないと、稼がないとこれ先がないぞって思うような吉田さんのその、まあ言ってみればね、持たざる者の情熱っていうのは失われてきてるのかもしれないですね。まあでも年齢に応じて、私ももうね50になろうとしてるわけですから、なんです、人生をね春夏秋冬で唱えると、私も秋に入ってるわけですよ、ね、もう収穫の時期なのかなと。作付けとかそれから借り入れとかではなくて収穫の時期なのかなというところですよね。だんだん終わっていくのかなというところもあります、まあ、ですんでね、吉田さんはまだね、閣下ともいる夏の時期だと思います。青春は過ぎたにしても夏の時期で燃え盛る時期だと思いますので、これからね収穫の秋、それからあと安らぎの冬に向かうその一番暑い瞬間だと思いますので、もっともっと、燃えてほしいなというところですね。私はもう秋に入りましたんで、収穫物でこれからどうやって冬を越そうかなと。まあ冬は越せないんですけどね、冬を越したらもうね人生終わりですんで、になってくるのかなと思います。まあだから人生100年と言いますけども、80年ぐらいで割ってみると20年ごとに春夏秋冬ってくるのかなと思います。ですんで今ね、青春が20までだとすると40歳までは夏の時期ですよ。40から60までは収穫の秋で、春夏で頑張れなかった人はちょっと秋の時期でもなんかね夏のように燃えないといけない部分があるのかもしれませんけども、最終的には70代80代という冬、いろんなものがね失われていって寒くなっていき、ちょっとね春を思い出し、夏を思い出し、一年を振り返る、そんな冬の時期、なんかね切ないですね。まあそんなことですか。タイトル思いつかないけど、春夏秋冬でいきましょうか。いってらっしゃい。